はい、では授業を始めましょう。今日は何の話でしょうか。まずですね、この天気のことなんですけれども、実はまだ雨降ってこなかったんですよ。思い出してるのは昨日ですね、今日の朝、雨降ると予測をしてましたが、やっぱまだまだなんですからね。というと、明日かな 明日降るかなと。実はですね、雲といえばですね、まだ曇っていて、かなりね、大きい雲もあるし、グレーの色もついてるし、だから多分ね、今日じゃなかったら本当に明日だと。ね、まあ、明日だったらば、まあ、確かであるとね、明日調べてみましょう。明日調べてみましょうね。まあ、言いたかったのは、過去実なのは、曇っていると、ね、そういう予測なんですけどもね、雨が降るかどうかですね。まあ、まあ、どっちにしてもですね、とにかく、明日、土曜日なんだから、だから、こういう雨とかですね、あるとしてもね、ないとしても、ちゃんと準備しとかないといけないってわけですからね。つまり、この傘とか、このレインコートとか持っていけばいいと、そういうふうにね、考えればいいと思っております。で、次は何でしょう。新しい、道具、道具じゃない、道具がですね、今日はすでに、何でしたっけな、金曜日ですかね。すでに金曜日なんだから、この伊藤女一先生からの動画あります。実はですね、知らなかったんですけどもね、もうこの、今年の動画終わったと、思ったんですけど、調べてみたらですね、やっぱまだまだありますと、ね、今日の、午前9時、そして、まあ、やっぱそのまとめの、動画なんだから、つまりその気に入った、プレゼンテーションとかもございましたし、あとそのいつも通りの小麦さんからの、ニュースもございまして、そしてその真ん中の方はこのブタンのお話ね、伊藤女一先生から、ございまして、だからそのブタンってですね、これはアジアの国なんですけども、かなりね、その人口として多くないんですからね、100万ぐらい、の人口で、その、それに、して、あとこの、何でしたっけな、その資源ですね、この資源も、いっぱいあって、だから、NFT、ブロックチェーン、AI ですね、この、少ない、人たち、使えばですね、かなり効率的にならないんじゃないかと、ね、だから何かの仕事、何かの作業すると、技術、利用すればね、この作業とかですね、結果ね、いい結果が出るみたいですからね、意味としてですね、こういうたくさん資源あるんですから、そしてそのいっぱい国がね、そういうもの欲しいとね、どういうふうにこのなんかアセットマネジメントみたいなことをすればいいかね、やっぱ技術使わないとね、いけないという考えなんですからね。で、技術といえば、まあ、お願いしてるね、お願いして張ってる ことは、こういう、チャット GPT とか、こういう、ブロックチェーン、によって、こんないっぱいデータベースね、作れて、その身分もね、
分かるわけだしというのはですね、そういうことなんですけれども、そりゃそうなんですけどもね、技術使えば人口が少なくても資源がいっぱいあって、国はいいね、経済的にはねうまくいけると、ね、そういう考えなんですけどもね。でその岡本義先生のお話だったらばどうでしょうね、脱人坊のお話ですね。これはですね、聞いたことありますが、その言葉としてですね、どこから拾ってきたかというと、その本からですね、このアンダーグラウンド、インジャパンという、本なんですけれども、これはねフィリピン人が書かれたものなんですけれども、これは大学の店ね、書店ね、あそこでそれを買ってたと思いますが、その立ちんぼってですね、そのフィリピン人たちは日本にね、こういうたくさん金にね、稼げられるとね、フィリピンに、ずっとねここにいるとその儲からないみたいですからね、だからあそこへ行こう、そしていっぱい金ね、盗むんじゃなくて仕事でね、稼げるとね。そして問題なのはですね、その、この本の中にある問題なんですけども、このフィリピン人たちはちゃんとした、書類持ってないんですからね、つまりそのパスポートとかそのビザとかね、その賞味期限というか、切らしてまったね、時間ね、切れたね、その締め切れはここまでね、滞在していいんですけれども、もうすでにね、超えたんだから、だから帰らないといけないと。ただこのフィリピン人たちは帰りたくないとずっとここに何でしたっけな、そのこの生活ね、やらせてくださいとね、その生活どんな生活ですかと、その、川の近くに家をね、この何かのものをね拾ってきて建てようとあそこの傘ね、傘じゃないな家ね建てようとね。でたまにはですね、これ目立つんですからね、そしてその警備さんが、来られて、やっぱね、これはダメですからね、それはね、フィリピンに帰らないとね、ずっとここにこういう生活やらせないからね。一番いいのはやっぱ法律的にはそれなんですからね、そのもう切らしてまったからで、その時間としてここまで、滞在できるとですね、ただねたまにはこの疑問させるような時もありますからね。例えばですね、僕らは、ここでちゃんと仕事をね、こういう仕事に、あるから、仕事があるからこそここに来たんですかね。そしてその盗むんじゃなくて、こういう誰もやらないみたい仕事ね、その工場のことね、なぜならばその何かの問題発生されたらね、その問題というとその、肉体的な、病気とかですね、オフィスよりも多いですかね。だから僕らはこの仕事ね、ここでやりますとね。ただその書類だけだとね持ってないんですけどね、そういう問題点があるんですからね。あとその他の人たちはここにねずっと言いたくないと言うんですけど、僕らはこういうなんかその、ボロボロみたいな、ね、家だとしても、ね、いいんですし、ね、だからそういう疑問させるようなやり方でね、帰らせないみたいんですけどもね、
そういうのはありますし、で、その小郡先生からのお話だったらば、まあ、女の子たちがね、来られるんですからね。で、女の子たちは、その体を売るわけです。売春というんですけども、やっぱ、まあ、その未成年だと、これもね、かなりというかですね、テレビ番組でもね、出てきたんですけどもね、その女の子たちはもう、高校生ぐらいの、女の子たちは、こういう男の子と何かのね、交換というかですね、やってましたからね。そしてその女の子はもらったしね、そのプレゼントとかもらったし、だからその回数にはそのね、売春という言葉もあるんじゃないですかと。ただあれはですね、その岡本先生がおっしゃった通りですけども、その教科ですね、教科なしに、まあやっぱそれは問題なんですけど、ただそのテレビ番組だと受けて、だから、まあ、いいってわけですからね。そして、その主人公は、その先生は、やっぱ謝る、ね、謝りに来たんですし、そして、まあ、そういうふうにね、終わりにしたみたいんですけどもね。これは俳優さんだと、その織田裕二先生ですね。この、テレビ番組あったんですね。かなり有名な俳優さんですからね。ラストクリスマスとか、あとその踊る大作戦とかもですね、それもありますしですね。だからかなり、日本のね、人たち、よくテレビ番組見てる人たちね、そのドラマとかですね、まあご存知だと思いますかね。そして、あとは何だろうな。あとは、そうかそうか、ガブリエルさんですね。チャンネルね、ここ現れましたからね。彼はですね、このポリメガ、という、これは何でしたっけな、技術ですからね。ソフトウェア、あるいはハードウェアもついてるやつか。そして、いろんな、ゲームですね。まあ、できるみたいんですけどもね。で、これは64なんですけど、任天堂64なんですけども、このエヴァンゲリオンね、っていうゲームですね、ありまして、実はですね、これも読んだことありますか、その雑誌とかですね。でも実際に動いてるのを見たことなかったんですけどもね。そして、その動画で見られるんですけども、まあ、こういうふうにやると、やらせるっていうかですね、まあ、任天堂の作品なんですけどもね、N64 だとね、まあ、エヴァンゲリオンだったらですね、まあ、だからね、これ見ていて、何があるかですね。あと、まあ、エヴァンゲリオンといえばですね、僕らは中学生の時にですね、中学校のこういう、クラブですね、まあ中学校っていうか、あるいはまだまだ小学校だったっけな、日本語のクラブね、入ってて、そしてその年上の、先輩たちがですね、まあ、こういうエヴァンゲリオンね、見せられてね、なんかみんな見ようと。みんな見ようと。まあ、その戦いの方なんですけど、戦いの方だけですけどもね。まあ、当時も VHS もすでにあったんですけどもね。多分ね、もう、あるところはもうすでに見たんですけどもね。まあ、ただ、一緒にこういうクラスメイトたち、あるいは全く知らない人たちとですね、まあ、同じ学校なんですけどもね、こういうのを見るのはですね、どんな感じだろうね。なんかもう分かってるよこれね、みたいなことかね、その戦いのこと。まあ、とにかくその音楽の方はですね、その BGM っていうかですね、かなりね、人たちは気に入ってるんですからね。あと、そういえばですね、こういうインタラクションがあったんですしね、別の、学校にね、これはどこでしたっけな、そのミリアムですかね。
かなり遠いところなんですけどもね、僕らは学校といえば、別の、町だったんですけどもね。で、あそこの、非常にアテネオの学校の近くにある、女子学校ね、女子の学校に行ったんです。ミリアムという学校で、あそこでその、女の子たちはやっぱこの「エヴァンゲリオン」の、アニメ、してると。僕はそういうことは、ね、知らなかったんですからね。歌をまでもですね、できるし、だからその、オープニングね、できるしね、かなりね、知ってるんだと。はい、知ってるんだな。なんでだろうな、女の子たちもですね、こういうの気に入ってるみたいんですからね。やっぱその、アニメを気に入ってる女の子たちって、こういう、そうだな、そのフィリピン人の親戚もですね、いるし、あと、かなりね、そのもうちょっとその日本のこういう、ポップカルチャーね、気に入ってるからですからね。だから、ゲームじゃなかったら、そのアニメとかですね、アニメとかそういう、何でしたっけね、天地無用とか、あと僕はそういうのはですね、あんまり、なんだろうな、その一人男の子と、そしてそのいっぱい女の子ですね、周りにいるし、そういうアニメさ、まあ見たことあるんですけどもね、ただそんなに気に入ってなかったんですよね、自分はですね。はい、気に入ったのは何でしたっけな、その刃とか、あと、まあ「スラムダンク」といえば、見てからもうバスケットをやろうと。 そのテレビ見なくてね、もうこれ見たらなんか自分もね、バスケットボールやりたいから。で、そのバスケットをやると、そのスポーツをやるともう見る時間ないからね。 そういう風になりますし、あとは何でしたっけな、まあもじゃこもでもいいし、ドラえもんでもいいし、ただそのドラえもんの方は多分ね、その日本語版ね、日本語版が現れた時ですね、まあ持ってきたっていうか、まあどこで買ってきたか、なんかね、その、ドラえもんってその本当に日本語にね、その字幕なしにね、そのこういうそのまま日本語で喋ってるとね、なんか聞きたかったんですからね、それ。あとは、まあ、サンダージェットとか、あと、これはシャネル2でしたけど、まあ、これぐらいのアニメだと、まあ、男らしいですけどね、そういうアニメだったらば、まあ、ルローニケンシンとかってですね。はい。で、エヴァンゲリオンといえば、なんだろうな、あれは、結局ですね、まあ、漫画とかもですね、買ってきたし、まあ、中古品なんですけども、そのフリーマーケットで買ってきたんですけれども、ただね、その、ストーリーとしてですね、なんかね、なんだろうな、その、まあ、アニメにすると、このシンジ君ですね、あんまり、なんでそんなに弱いんだろうな。まあ、その、お父さんとかのせいじゃないかとかみたいなことを言うかもしれないんですけれどもね。ただね、それ、もっといい作品あるんじゃないかとかみたいな、まあ、ナーディアの方が、それもガイナックじゃないですか。それも僕は実は気に入ってましたね。このナディアの、ブルーウォーターね、その方がいいと思いますからね。はい。あとはレイアースもいいし、あとは、まあ、レイアースといえばですね、女の子向けみたいんですけども、男の子もですね、これかなりロープレインゲームみたいなアニメだしね。はい。そうなんですけどもね、まあ、いろんなアニメがね、ありますが、そのテレビで放送されてないやつだと、なんだろうな、そうか、ビバップね、カウボーイビバップ、それもかなりね、気に入ったっていうかですね、そうなんですけどもね。
日本語版はまだね、いや、見たことあるみたいんですけどもね。ただ、当時は日本語のレベルはこんな、留学して、日本で働いて帰ってきてみたいな、そういう、時間はですね、まだなかった。そして、その見ている時に、ジャージとかの記憶もあるし、で、そしてその、人たちはある程度こういうセリフとかね、思い出すんですよ。スパイクとかみたいなこと、兄さんもこれ見たことあるし、でモノマネしたりしてたんですけども、他に、それ以上多分ね、わからなかったんですから もう日本語になってるから、あとその字幕ね、英語の字幕だし、もう一回ね、こういうのね、聞いてみたらわかるかなと。ね、実はね、そのフロントミッション、ガンハザードね、そういうふうにね、知らなかったからですね、自分はこれ、やってやればわかるかなと。ある程度ね、進歩、そのストーリーの方ね、進めたし、だから、なんとかわかるようになったんですけれどもね。はい、では、授業はお会いしましょうか、今夜も。ありがとうございます。